はい、皆さんこんばんは。円山美琴です。ということでですね、すいません、ちょっと遅くなりましたが、今日はですね、こちらの DIY キュービックペインティングなるものを作っていきたいと思います。これが正式名称なのかちょっと正直分かってないんですけど、なんかね、その、なんかこのキュービックペインティングっていうシリーズらしいんだけど、なんか、いろんな名前が出てくる。なんか DIY キュービックペインティングとか出てくるせいで、どれが正しい名前なのかわかんないんですけど、多分このキュービックペインティングシリーズっていうのの一つっぽい感じです。こちらがですね、なんか新しく、買ってきたんですけど、なんかここに書いてあるんですけど、何？なんか立体的なダイヤモンド型のビーズを使って作る高級感あふれる DIY です書いてあるけど、 DIY がわかんねえんだよなみたいな。インテリア用プレゼント用としてもいいし、 DIY の魅力カジュアルが作って楽しみましょうって。 DIY ってなんかあれじゃないの、何あのなんか何家庭でなんかその椅子作ったりとかすることじゃないんかなと思ったけど、ちょっと DIY の意味をよく存じ上げてないですけど、結構糊とかでくっつけていくタイプのものらしいですね。ので、まあ、早速やっていきたいんですが、ちょっとその前にあのテロップがちょっとバグってるんで、テロップだけ直させてください。あ、上に行っちゃった。ちょっと待ってね。なんかね、テロップをね書き換えるたびにバグるんですよ。こんなもんかな。はい、ということでね、やっていきたいと思います。ちょっとね、本当は手袋してやりたいんですよ。理由はですね、右手の親指がだいぶ深爪してて見るに耐えない状態なので、あんまりお見せしたくないんですよね。ちょっとここちょっと映ってるとやばいんだけど、だいぶ深爪しちゃってるから、ちょっとこういうの苦手な人もいるから手袋してるんだけど、ちょっと今日許してください。右手の親指がだいぶ深爪しております。こんばんは。あ、セットはシンプルっすね。なんかすごくシンプル。これがなんだ、台紙か。なんだこれ、なんか、あ、でもこれ本当だ、ダイヤモンドだ。ちょっと分かりづらいんですけど、ただのビーズじゃなくてなんかダイヤ型のビーズっすね。本当、ほら、なんかちょっと、わかるかな？ちょっぴしダイヤっぽい形してる。へぇー。あ、こいつ、ちょっと待って、指がマジで汚い。ごめんね。なんかね、こういうことがあるからね、ちゃんと手のコンディションは万全の時にやりたいんだけど、なかなかね。まず、パッケージを開封後、図案、トレイ、固形糊、ビーズの構成品を確認してください。はい。図案、トレイ、トイレじゃない。キラキラしてるやつ好き。キラキラしてるのある？トレイでしょ。固形糊って何？これ？あ、これ、これ糊か。これ糊なんだ。へぇ、ガムみてぇだな。で、ビーズ。はい、ありますね。ビーズの色と図案の色を確認してください。確認したところでわかるんですかこれ。多分合ってますよ。なんかスパイダーマンっぽい色してるんで多分合ってます。これ確認してくださいと言われてもみたいな。少しビーズをトレイに入れてください。はい、この船みたいのに入れるっぽいですね。固形糊はいわゆるワックス。なるほど。私今ぶちまけなかった。大丈夫。はい。少しって書いてあったけど、こんぐらいでいいのかな。で、トレイを軽く振ってビーズを整列させてください。入れすぎってこと？こういうこと？あー、もうちょっとなんかもうわけわかんねえ。早速ぶちまけた。なんだこれ、
軽く振って整列させてくださいって書いてあった。振ったけど全然整列しないけど、どういうこと？全然整列しないんですけど。ゴミみたいの入ってるし、このゴミは何？あ、そうそうそう、なんか溝になる。これゴミ？これゴミかな？これビーズじゃないもんな。ちょっとゴミっぽい、捨てよう。手の大きい人が小さい。私の手ってそんな大きくないよ、ちなみに。大きく見えるんならこれがよっぽど小さいってこと。なんか溝にいっぱい並びました、まあ、とりあえずいいや。で、固形のりをペンで深く押してください。固形のりをペンで深く押してください。ペン、はい。これですか？これどっち側使うの？こっち？なんだこれ。あ、これフィルムになってんだ。へえ。押してください。こういうこと？これでいいの？へえ、これでいいのかな？はい。そしたら？これ、あ、絵描くみたいな感じかな。ペンにビーズをつけてください。何色でもいいの？こういうこと？ちゃんとついてるのこれ。フィルムを剥がした後、図案と同じ色でビーズを押し付けながらつけてください。フィルムを剥がした後、あ、これにフィルムがついてるから。へぇはい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 。で、これをペラペラーってやって。あ、これちょっとノリっぽい。ちょっと待って、これ。あからさまにずれてるのだ。あからさまにずれてるよな、これな。ちゃんとつけよう。これ何？向きがある？もしかして。これどっち向きでもいいの？なんか向き悪くない？デコボコさせるんじゃないの？図案と同じ色でビーズを押し付けながらつけてください。完成後ステッカーとして使用できます。完成。すげえ間が省かれてる。とりあえず何色だ？どっちがどっちの色か全くわからんのじゃが、4と1ってあるけど、これどう違うんじゃ。なんか赤色とオレンジ色があんな。どっちがどっちだこれ。どっちがどっちとかって書いててくれないんかこれ。結構優しくないな。なんか目視で確認してくださいみたいな感じ。どっちだろう。多分4かな、こういう方が。まあいいや。これでいいの？本当に合ってる？これでいいの？いわゆるスナイカー、そんな感じじゃない？ちょっと待って、めっちゃぼやけてる。近づいて。影やば。影やば。超ぼやけてるじゃん。とりあえず頑張ってつけるか。なんか全然違う気がするけど、あ、これで直接つけるわけじゃなくて、これはあくまでもあれなんだ。あれって言っちゃった。なんだ、なんか多分サポートするだけのものなんだね。結構時間かかりそうだぞこれ。大丈夫か？ごめん、暗いね。ちょっと待って、リングライトつけるわ。今日いらないかなって思ったけど、これいるね。どう照らそう。こうでいいか。これでマシかな。これだいぶマシかな。うん。TikTok の人は1ヶ月くらいかけて作ってたのもある。超大型です。さすがにそれはしんどいかな。
ちょっとごめんね、あまりにも細かいのでカメラがこれ以上寄るとあれかもしれない。さっきより見やすくなったかな。こんな感じで、なんかね、実はちょくちょくちょっと見づらいかもしれないけど番号が振ってあって、この番号の色を目視で確認しながら置いていく感じだと思うんよね、多分、maybe。ワックスつけすぎてなんかヌルヌルになっとうけど、これ円か。だいぶ合ってるか不安ですが、合ってんのかな。4と1逆だったらもう泣いちゃうんだけどな。これさ、このワックス、のり、固形のりはさ、どのくらいで補充するの？失礼、ちょっとお茶飲みます。あ、本当ですか。リングライトにコピー用紙をつけると淡い光になってリング、これね、光調節できるんですよ。淡い光の方がいいのかな。ほら、これ光調節できるんですよ。こういう光の方がいいのかな。こういうこと？なんかわからん。ビーズがひっつかなくなったなってなったらくらいね。ああ、そういう感じなんですね。なるほど。ありがとうございます。思ったより大作業だぞ。今日1時間ぐらいでこれ終わんだろうぐらいの気持ちで始めたんだけど、全然そんなことなさそう。トレーにさ、綺麗にこれ整わないのがしんどいな。今見やすいよ。オッケー、ありがとう。これでもセンス問われるな。結構この適当に作ると結構いびつなのが出来上がりそう。なんかこういう細い作業も新鮮でいいですね。若干光の反射でオレンジと赤が判断しづらいのかな。なんてなんかこれね、なんかマーベルのアベンジャーズシリーズってあって、なんかマイティーソーとかなんかアベンジャーズのメンツ大体いましたね。隙間は詰めてくときに調整できるっぽい。詰めてく、詰めてくってなんだ。あー、これを置いてくときになんかいろいろ調節できるよって感じなの。そういう感じ。すいません、今日なんかね、外の空気が異常に冷たくて喉がね、あ、ちょっと待って、つかなくなってきた。なるほどね、こういう感じか。これってなんかあれなんですかね、韓国のやつなんですか。なんかでもなんか日本語でめっちゃ書いてあるんですけど、パッケージめちゃめちゃ韓国語大量に書いてあるんですよね。ちょっとわかんないんですけど、でもなかなか初めての。あー、ちょっと待って、乗りつけすぎた、なんか気持ち悪い。乗り付けすぎ、なんか余計なのついちゃってんな、気持ち悪いな。あ、これもなんか乗り付けすぎて気持ち悪くなってる。なんだこれ。まあいいや、ちょっとしばらくはこういう感じの細々した作業をお届けする感じになりそうです。これ糊がつきすぎなんだよな。なん
上についちゃうな。固形のりがめちゃめちゃつくな。どうしたらいいんだろう。なんか美味しそうな色してますよね、こののり。とりあえずもうあれか、海苔は気にせずに一旦先に全部やって最後にブラッシュアップすればいいか。そうじゃないと終わんないな多分。なんか難しいな。なんか表裏が綺麗になってくれないね。頼むよ。これもどうせパーツ余るんだろう多分。この感じだとビーズ余るよな、さすがに。ちょっと目が悪いのか光の反射のせいなのかさ、赤とオレンジの判断がすごくしつきづらい。こんばんは。今ね、これはキュービックペインティングでいいのかなってのをやってます。なんかノリでこのダイヤ型のビーズをひっつけて絵を作っていくみたいなやつですね。でこれ完成したらステッカーになるらしいです。面白いね。こんなのとかもあるんやな。ちょっとテンポが悪いかもしれない。自分の先に4番の赤全部埋めようね。今日でも1番からやった方が良かったのかな。わかんないや。もう完成したステッカーどこに貼ろうかな。まだ考えてないんだよね。みんなステッカーって何に貼る？なんかさ、結構あの、あれ憧れるんですよね。ノートパソコンの裏にさ、かっこよくシール貼ってる人いるじゃん。あれ結構憧れるんですよね。でもさ、自分シール貼るとさ、貼り方クソダサくてさ、単純に汚くなるから、なんか、一回全部貼って全部剥がしたんだよね。ねえ、なんかね、うまく貼れないんすよ、シール。みんなステッカーとか貼るの得意ですか？なんかあのかっこいい感じに貼ってみたいんですけど、なかなか貼れない。うまく。やりすぎるとこうなるんだよな。あー、こぼれた。もうやだー。 Mac 持ってるけど売るとき剥がすの怖いから貼ってない。売るの Mac？ パソコンって売るの？ちょっと待って、マジでめっちゃこぼれるんだけど。これさすがにこの辺簡易的だな。下手なのかもしれない。上から順番につけていくか。ちょっと待って、これオレンジ介入したかもしれない。ちょっと待って、これ色判断、これなんかオレンジ入ってない？これ違うビーズついてんね。これ違うビーズだね。私間違えたね。これダメだ、間違えた。これどうやって取れるの？取れる？セーフ。間違えた。なんかいびつだな。この辺はやっぱアート要素があるのかな。なんかちょっと多分作る人によって結構変わってきそう、この精度というか完成度。
みたいのは結構差が出そう。コントいらっしゃい。まあ、そもそも私 MacBook 使わないし今後も使うことないだろうからわかんないけど、ね、Apple 製品持ったことないんだよ。いやーなんか今日さ日曜日じゃん。なんかねその日曜日って結構ね電車がね空いてるんですよ。やっぱり世間的には休みの人が多いからなのか。でねその今日さ寒さと疲れも相まってかさ寝ちゃってさ電車でめちゃめちゃ寝ちゃってさ、あの降りる駅のドアが閉まる直前に目覚めて飛び起きてその勢いのままドア出ようとしてめっちゃ挟まれたんだよね。ガンテ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 ンみたいな音と同時にドア閉まったところにこう飛び込んでってガンって挟んでそのままテン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 ってもう一回焼いてこう排出された感じ、ご迷惑おかけしましたって思いながら出ていきましたけど、若干なのでねあの挟まった右腕が痛いんですよね今日。おはよう。休みってなんだよ。なんか一応あるらしいよ決まりで。私なんかはシフト制だから結構決められた休みはあるけど、まあ不定期だけどね。やっぱ人によってはなかなか休みって取れないらしいからね。まあみんな体を壊さないように気をつけてくれな。本当に私はね壊すぐらい頑張んないともうね人生を取り戻せないので急に重いこと言うやつ。なんかやだな。なんかこのさこの何赤い濃い色だけをさ今さボツボツ置いてるんだけどさ、なんかすごい血まみれになってるみたい。私なんかちょっと赤とオレンジの区別があんまつかないんだよね。こういうのなんて言うんだっけ。これ結構下向きながらやるからコメント読むの難しいね。ニキビボソなんてこと言うんだ。見てるこっちとしてはキラキラが増えてきてちょっと後かもしれない。あ本当ですか。まあでもさその下絵がもともとあるからなんかだんだん完成っていうよりはなんかそこにこうどんどん立体感が増していく感じはあるよね。そこから完成形は見えちゃってるから。いやー今日疲れてるなー。結構ね寝ぶけがすごくて、でもね明日までにやらなきゃいけないこととか結構あるからこの後も頑張るんですけど、よいしょ。この赤とオレンジが混ざると全然違うのになるのかな。取れた。糊が切れた。色覚以上、お値段以上ニトリ。
お値段異常。お値段異常。ん？お値段異常？男子は赤色の認識力が低い人が多いらしい。と言いつつ、このビーズのオレンジと赤絶妙すぎるのが悪いと。だよね。私だけじゃないよね、これ。見分けづらいの。よかった。それならいいんだ。なんかね、絶妙にすごく見分けづらい。あとちょっと固形海苔が美味しそう。甘そう。お口に入れたらダメなタイプだと思うけど。どっちがどっちかわかんねえ、これ。ちょっと待って。これは赤。なんかさ、トレーの中がうまくならんと。スマホが勝手に画質補正するせいで、オレンジが赤にしか見えん。腹切りして全て赤に染めれば解決かじゃないんで、解決しない。腹切りは良くない。死んでしまいます。切腹、日本の文化じゃないですよ。すき焼き、芸者、腹切り。腹切りはスポーツじゃないんだよ。あれ？これ赤？これは赤？ね、リングライトの光をね、ちょっと画面には映ってないんだけど、私からすると正面からリングがライトが光ってるせいですごく判断しづらくなってる。よいしょ。これどうしたらいいんだろう。こういう感じの方がいい。あばば。これでも先に赤だけやるっていうより隣の色をそれぞれ置いてった方が良かったのか。あ、これオレンジだ多分。間違えた、これオレンジだ。あー、間違った、オレンジだ。オレンジつけちゃった。もうオレンジここだからいいや。オレンジ置こう。じゃあもうオレンジも置いてっちゃおう。青も2種類あんの？なんでそんな。どうしてそんな分かりづらいことを。なんかこういうのやるのなんだろうな。小学校というか、なんかそういうあれ以来だな。なんか小学校とかでこういうのあるよね。ちょっと待って、乗りつきすぎ。乗りって最後に取れんのかな。色覚検査。アイロンビーズあったね、そんなの。濃い青と薄い青だね。薄い、また髪の話してないよ。過敏反応だよそれは。ねえ、難しいこれ。結構っていうか、これ何時間コースだ。私結構30分ぐらいでこのサイズだからいけるだろうくらいの感覚で始めたんだけど、全然終わらなそう。やばすぎ。本当にこれで合ってる？なんか置いてみた。あー、散らかしたー。やだー。あ、こんばんは、いらっしゃい。結構かかりそう。そう、かかりそう。
底辺なんだこれが。みんな晩ご飯何食べた？突然の話題振り。最近私さ、聞いてくれよ。なんかさ、まあ、食欲なくはないんだけどさ、なんかその、何食っても美味しく感じないんだよね。どうせこんなだしな、みたいので。で、その、何食っても美味しく感じないのに、その絵にはお金をかけて食べているっていう状況がかなり、ちょっと、精神的に良くなくて、そう。ね。なんか、何してんだろう、自分みたいになっちゃって。だいぶしんどい、最近。どっち？オレンジだ。なんか、ちゃんと多分自炊とかしてやっぱ食べなきゃなって思った時に料理配信を再開しないとなって思うんだけど、さあ、なんかさらっと先日もお伝えしたんだけど、来月からちょっとまた、いろいろ、忙しゅうというか、来月からこの先生き残ることはできるか状態にまた入ってしまうので、そこからどうしようかな、みたいな感じなんですよね。結構、いろいろ変化がありまして。また、なんとかせんとなーっていう時期が来てるんですけど、さんいつもね、生活に安定感がなさすぎて、その安定感がないことにいつもね、心を痛めてる。心の余裕が欲しいね。黒にノリすごく目立つな。ちゃんと撮りたい。チャーハンと豚骨ラーメンのセット重そう。カレーにする予定。どうせカレーする。今から作るの？もう9時ぞ。一度雑草生活、雑草生活って何？雑草生活をするとなると、おそらく、配信できなくなるね。いやなんかな、いや別になんかね、その安定感がないといえばないで構わないんだけど、その配信活動に響くぐらいの不安定さはマジでやめたくて、配信を一生続けられるぐらいの安定感を欲しいんだよね。うん、期限切りのお肉余ってるから使うので。私はなんかもう期限とか気にしないからな、食べ物。自分で食うときは。人に出すものはそりゃ気にするけど、自分だけだったら微塵も気にしないからな。食べれればよくねっていう。おかげで腹壊しまくってんですけど。順番に置いてった方がいいな。これなんかスパイダーマンちょんまげしてるみたいって言われた。確かに。これだけ作るとちょんまげっぽいわ。あ、結構すぐ乗り切れるな。私が使い方下手なのか。ここ1年以上大変ね。そうなのよ。まあどれもこれもね、つけっちゃつけなんだけどね、いつも言ってるけど、役者なんてやってきたつけですよ。そう、ちゃんと役者やりながらその予備の道を考えなかったから、まあ正確には考えたんですけど予備の道を考えるたびに、なぜかその何なんかそのターニングポイントにあったものに裏切られたりとかして、まあ人のせいにするのは良くないけど、
で、なんかことごとく失敗してるね。人生はままならんよ。最初糸じゃなくてキーホルダーにつけるタムロチェーンかと思った。ああね、確かに見えなくない。予備の道がこれよ。そう、そう思ったから私は VTuber 始めてんのよ。でも聞いてくれ、その予備の道を続けるための道が今なくなってるんだよ。ちょっと真面目に、真面目に、まあでもね、あの一個だけ自分、私あんまり自分のこと褒めないんですけど、自分でちょっとお茶飲んでいい？今日すげえ声があるから。あの今日仕事中もガラガラだったな。あの結構ね、なんとかなるさ精神を持ってて、あのあーこれやんなきゃやばいとかいろいろ思うんだけど、まあでもさ、時間って嫌でも、嫌が王にも訪れるわけじゃないですか。締め切りは嫌が王にも来るわけですよ。何かをやらなければいけない時っていう時のタイムリミットっていずれ来るじゃないですか。だけど、そのやらなきゃいけない、間に合ってないとかあっても、タイムリミットだけは、あの、みなり、こう、平等に訪れるから、それが来てしまった以上は、まあ、死ななきゃなんとかなるの精神で乗り切ってきたので、多分今回もそういう感じで多分、まあ、なんとかなるさって言いながらやってる方が一番気楽だから、多分そんな感じで、あのこのソルト&シュガービトーライフとエンザーミコトとして生き残るためのことだけを考えた結果を出すんだろうなとは思う、うん、他のことを捨ててね。ぶっちゃけ選択肢で言うと、その結構いろんなこと考えてて、うん、そういう理由のせいで今悩んでるんですよ結構。でもこの活動だけを取るのであれば割と単純で、答えは明快でどうとでもなるんですよ、うん、あのそれこそなんか去年ずっと言ってましたけど、もういっそ田舎に行く、うん、でも家賃がかからないレベルの田舎に行って、ただネットが引けるかどうかわからんけど、そこでネットさえつながれば、ネットさえつながれば生きていけるので、あとはもう泥水吸ってでも行ければいいから、家賃がかからないのがベストだねっていう手はあるんだけど、ただその選択肢を取らない理由が一個だけあって、あ、ほんといらっしゃい、すごい、ぶちまけたら二度と作れなそうなやつ。そうなんだよ、さっきからちょくちょくぶちまけてるんだけどさ。予備の道がなくなりかけてる V からもらったルートミアはうまいの、うまいの、うまいか、おめでとうございます本当に。ですね、魔王様にちょっとルートミア送らせていただいたんですよね、はい、なんか無事届いたようでよかったです。そう、東京は家賃高えのよマジで、うん、でちょっとその選択肢の話なんだけど、あの選択肢をなんでじゃあその選択肢取らないのってなってくるじゃないですか。一個だけ言っていい？私友達リアルでマジでいないんだけど、あのね、あのあんまこういうこと言うとあれだけど、正直真面目な話、 VTuber やって VTuber の友達めちゃ増えたのね。めちゃってことじゃないかもしれないけど、ゼロの私からしたら例えばだけど10人ぐらいいるわけじゃないですか。でその、まあ、例えばだけど、ご飯行きましょうとか言える仲だったりもするわけですよ。ってなってきたときに、そうなってくるとやっぱりその、人里離れた田舎に行ってしまうと、その交流は確実に断たれるわけ。確実にね。汚いわ。ごめん。ちょっと唾飛んじゃった。嘘。画面に映ってないよね。汚っ。だから、でもその選択肢を捨てるにはあまりにも惜しいという、なんだろうな、要は、あの、自分の良くないところやってますね。あれもこれも欲しい状態になっちゃったからさ、その、得られてしまった以上、なんかそれを手放すのがもったいないというか、みたいな感じになっちゃってる。まあ、要は、あれですね、わがままなだけっすよ。なんか制限時間内に全部はめ込まないと全部ぶちまけられる地獄の子供向け感があって、そんなのあんの？家に住まなければただやぞ。ネットが使えねえだろ、家に住まわないと。外でもネットが使えるんだったら全然いいけどさ、うん、
友達はいいな、友達、友達でしょ、何を言ってるんだよ、君も大切な友達ではないか。なんかあんまり配信でさ、君も友達だよっていうのはちょっと重いからあんまり言いづらいけど全然だ、なんならさ、その友達の LINE というかさ、基本だって私の誕生日とかにさ、とつまちにわざわざ来てくれた人はさ、あの少なからず悪くは思ってないわけじゃん、私のこと絶対。だって嫌いなやつのとつまちには行かないだろう。いや行くのかわかんないけど、って考えると私は来てくれた人たちは割と、あ、なんか私のことを結構大事に思ってくれてるんだな、って思いながら生きてるんで、はい、勝手にね。だそういう人たちと交流ができなくなる可能性があるというのは非常に寂しいなって思いながら、なんかね、まあぶっちゃけその都内、まあ私も公言したからいいんですけど、都内にしがみついた理由はそれ一択なんですよね。これさ、合ってる？なんかさ、はめてきて思ったけどさ、色違くね？逆じゃね？合ってる？これ。これ合ってんのか？不安要素すごいけど。あと赤いのなくなってきたな。ちょっと足そう。足しすぎ？コントいらっしゃい、こんばんは。なんか最近ビーズにハマってるの？いや、なんかね、これをね、あのおすすめされて、実は今年の正月休みぐらいに買ってたんですよ。これ買っててずっと寝かせてて、やるタイミングなくて、で、あ、2月だしそろそろやっとこうって思って開けた次第ですね。フリー Wi-Fi を使えば、フリー Wi-Fi なんかで配信できるか。だからその去年の夏の私の状況知ってるだろう。ポケット Wi-Fi 有料で買ってまともに配信できなかったんだぞ。泣いちゃった。へ、乾いた笑い。友達の LINE に必死で語りすぎなのである。やめろ。友達って口にすると一番なんかちょっと虚しくなるものだからさ。そんなもんさ、言葉で語るより、あのあれだよ、なんだ、拳で語れよ、うん、キラキラしとる、キラキラしとる、大丈夫大丈夫。オリジナリティってね、オリジナリティでいいのか、まあアートだからオリジナリティでいいのか。アートってオリジナリティでいいんですか。わかんないですよね。でもある程度のやっぱ技術があった上でオリジナリティを出すのがベストなのかなって個人的には思いますけれどもね。なんか曲がりなりにも役者をやっていたものとして、ある程度芸術という世界には触れているつもりなので、やっぱその基礎が伴ってないのに、なんて言うんだろうな、なんか型破りって言葉知ってます？これなんか何でしたっけ、歌舞伎の言葉かな。型破りっていうのは型を知ってないと破れないんですよ。だって型を破るんだから。俺は型破りだから型になんかハマらねえぜみたいな感じで型すら学ばねえやつがなんかいるらしいんですけど、なんかヤンキーみたいな人とかいるらしいんですけど、それはもう型破りではなくてただの無鉄砲なのよなっていう話がなんか昔どっかで聞いたような気がするんですけど、やっぱそういうのと一緒でね、やっぱその学ぶことを学んだ上で、まあ、VTuber さんもね、ほら大手さんがやっている配信とかさ、をやり方を真似して、配信画面もそうじゃん、ゲーム配信のやり方とかもさ真似たりしながらみんなやっていくわけだからさ、うん、友達の LINE 低いといいよね、孤独感が薄れる。それはそうだけど、私は依存度が高いから、あの前に誰かに言われた気がするけど、あの一人でいた方がいいと言われたのも納得はしてるんだよな、うん、私はすぐ依存度が高いからすぐ逃避しちゃうから。あ、やばい、もう1時間ぐらい。シュハリであるな、シュハリって読む。型にはまる前に型を破るのは型破りではなく型なし。ああ、それそれです、型なしですね。その話ですね。まあこの話は結構役者のところでもあったりするんですよね、聞いたことが。結構ね、なんだろう、私その芝居の技術云々に関してはさ、あんまりその朗読とかもやったことないし、みんなの前でお前本当に役者やってんのって思われるかもしれないけど、どっちかというと私が指示してきたその
役者の先輩というか師匠という方々って、どっちかというとその心持ちとか立ち回りとか考え方とか当たり前のなんかその人間としてみたいな部分をすごく教えてくれる人が多くて、だからなんかその結局演技の技術なんて小手先でやるものは後からどうとでもなるみたいに結構言われてて、まずはやっぱり自分をしっかり作っていかないと、その人間としての魅力がないやつが芝居やっても面白くないよみたいに結構言われててね、私は。でも確かになって思って、最近のさ、例えば声優さんとかってもうマルチタレントの業界になってしまっているけれども、あれもだって本人の魅力がなければファンってつかないわけじゃないですか。うん、あの人あってのこの役だしみたいな部分あると思うんだ。うん、って考えると、なんかやっぱ若い頃にいい教えをもらったなと思ってて、うん、結構ね今の物事の考え方とかに生きてたりしますよ。これ間違っちゃった。やばい、めちゃめちゃ散らかしてしまった。あー、これまずいかもしれない。どうしよう、どうにかなるか。これずらしておけ、ずらしておけ。いやー、汚した。結構ね、画面上では分かりづらいけどね、結構そのステッカー部分が実はノリになってペタペタ貼り付けてるから、なんか今ね引きずってしまったのでね、結構なダメージを負っている。おろろろろろ、汚れちゃった。なんでそういうさ、エロ同人みたいなセリフをさらっと吐けるんですか。すごくどうでもいいこと思いついたけど、ちょっと話題がちょっと下に走るからやめようと思いました。もう私綺麗な体じゃないの、こんだけ上の方ボツボツしてたらすでに綺麗ではないと思うぞ、うん、こんなとこまで飛んでるじゃん、何が。魔王がエロ同人みたいな存在だからとだけ言っておくのである。どういうことやねん。イラスト修行はエロさや性癖を解き放つことがパワーになるからね。仕方ないね。あ、仕方ないんです。ちょっと待ってください。色はこれ赤か。言わないで置いたらすでに言ってた。思いついたら口に出した時はすでに実行に移しているものだ。だっけ、なんだっけこれ、プロシュート兄貴のセリフになんかそんなんなかったっけ。あれだ、撃ち殺すと思ったらすでに実行しているみたいなやつ。突然のジョジョネタで申し訳ない。これ足りる？予備パーツなさそうになってきて若干焦ってるんだけど、自分足りるんかこれ。ちょっと上も置いてこう。いやー、なんかさ、そう、まあもう言っちゃうとさ、エロ同人みたいにってセリフあるじゃん。あれ別にエロ同人じゃなくてエロ商業誌でもあるわけじゃん、ああいう展開って。なんでエロ同人限定にしたんだろうねっていう、どうでもいい話ね。これ見てるとすごく懐かしい気持ちになる。ナノブロックと同じくらい余るというナイーブな考えは捨てろ。すいません。ナノブロック目線で考えておりました。やはり違うものなのですね。
ね、ナイーブってどういう意味なの？結構さ、聞くしさ、自分もなんかなんとなくなしに使ってるけどさ、実はナイーブの意味よくわかってないんだよね。え、みんなさ、そのさ、横文字、カタカナ文字をなんとなく使ってると思うんだけどさ、実際の意味理解しているかって言ったら理解してないこと多いんじゃないの？実は。ちゃんと直訳できる？繊細？ナイーブって繊細って意味。あ、繊細？なんでみんな知ってんの？え、私だけ？バカなのは。バカなのは、もしかして、私だけ？ちょっと待って、変なところに乗りついた。ただ、アンニョイ。アンニョイじゃね？それ。アンニョイって何？なんか、韓国語みたい。アンニョイ。ナイーブは素朴とか純真だったはず。へえ、そうなんだ。素朴な人ってこと。ボディーソープだよ、ナイーブ。ありそう。え、ナイーブってボディーソープなの？ボディーソープな考えは捨てろって日本語意味不明すぎるだろ。ちょっと待って、ここ気をつけたいんだけどさ、ここなんかちょピンクのノリついちゃってすげえ気持ち悪いな、これ。やだな、やだ、なんかノリついちゃった、どうしよう。これところで後ろのやつ何、これもしかしてなんか除去装置だったりする？そんなことない、関係ないのかな。ちょっと待って、マジで嫌なんだけどこれ。困る、ノリつけすぎ、ノリつけおじさんなんだけどこれ。白だからさ、ピンク目立つからマジでやめてほしいんだけど。やだなぁ。まあ、いっか、もう。はい。よし。細けえ答えいいんだよ。今は真っ先に完成させることが大事だ。それが大事。心配ないからね。のなんたら信じることが、なんだっけこれ、それが大事。全然わかってない。全然わかんないこの歌。どんなに困難でくじけそうでも信じることさ、ならず最後に愛は勝つ。甘い天然かな。へーへーへー、ヘローヘローヘロー、歌枠助かる、助かります。必ず最後に天下不武、それちょっと好き、両夫じゃん。あれ？天下不武って緑だっけ？ちげえや。え？天下不武は、信長だわ。いや、みんなさ、歴史上の人物の自伝？遺伝？遺伝？偉人？え？なんて言うのあれ？伝記だ！伝記って読んだことある？私さ、あんまり読んだことないんだけど、なぜかね、森鴎外と信長の伝記だけは好き好んで読んだんだよね。そう、なぜか森鴎外と信長だけは自分からなんか図書館みたいなとこ行って借りて真面目に読んだんだよね。あんまり本を読まない私が一体何を思ったのか。だからね、織田信長に関してはちょっとね、うち誰よりも信長に詳しいしみたいな、ちょっと信長マウント取れそう。金がないやつ、俺んとこへ来い。俺もないから心配すんな。それなんだっけ、あれだ。あの人、天童よしみ、合ってる？あれだよ、こち亀のやつだよね。なんかあの頃のこち亀好きだったな。ちょっと待って、黒いほくろついてるわ。あるけど、全部忘れた。じゃあもうそれはね、ないに等しい。
覚えてなければ意味がない。電気は見たことないけど、電気は見たことがある。はは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 。こやつめー。コメント消したろ。嘘嘘、コメント消さないよ。力、力が欲しいノーベル。ダイナマイト開発はよくネタ画像。え、そうなの？ダイナマイトの経緯ってそうなの？なんかさ、ノーベルってさ、え、ノーベルだっけ？誰だっけ？違う、アインシュタインか。なんかさ、え、誰？エジソン？なんか割とさ、なんか狂ったように発明してばっかして、なんかその、人類の進化に明らかに加速を加えたやついたよね、なんか。あれ、アインシュタインだっけ？ノーベルだっけ？どっち？エジソン？なんかいた気がするんだよな。なんかさ、FGO のせいでさ、偉人がごっちゃなんよ、割と。もう FGO も触らなくなって2年ぐらい経っちゃうけれども。ダイナマイトはノーベル。あ、そうなんだ。ダイナマイトハニーでもいいんじゃない。なんだっけこれ、スマップ、ダイナマイ、ダイナマイ。ちょっと待って、これ2と6があるんだけど、どういうこと。これもしかしてさ、白にも2種類ある。そんな、あ、嘘やん。白に2種類ある。よく見てこれ、なんか濁ってる。ふざけんなよ、わかんねえよこんな。どっちだよ、しかもどっちがどっちなんだよこれ。赤か。今作ってるスパイダーマーベル、そう、そっちで合ってる。あ、あれね、ダイナマイトはノーベル、今作ってるスパイダーマンはマーベルってか。はははは、こうやつめ、コメント消したろ。もう、これ見てくれよ、これ。ふざけんなよ。微妙に違うんだけど。こんなわかるか、初見殺しだろ、こんなん。どうしよう。え、どうしたらいい。でも多分、スパイダーマンの糸は、濃い色なのか、どっち。しかもわかんねえんだよね、これ。パッと見たらどっちがどっちか分かん、ちょっと待ってね。2番と6番どっちだこれ。わからん。糸濃いのかな。糸白いと思うんだよな。ってことは2が白か。2が白説でいこう。取らなきゃ。ああもう。誤差誤差。ぐっちゃぐちゃでいいじゃん。出汁がついてるんです。どういうこと？俺のスパイダーセンスが。めちゃくちゃだよ。どっちがどっちなんだ、マジで。わかんねえな。個数を数えればわかるんちゃう？わからたくないけど、確かに。多分2の方が多いから、多分多い色、ちょっと、ということで、ちょ、白いラインは、一旦保留します。後回しにした方がいいね。ここは。これ大丈夫か？いやー、もう、こんなん初見殺しやわ。いやー、やらかしまーん。
これはやらかしマンですよ。あー、やめてください。トレイから白いビーズがこぼれました。スパイダーストリングスって手首から出すかブレスレットから出すから余りほとんどない。このデザインの紐めっちゃ余っとる。確かに。どうなってんだこの紐。スパイダーマンガチ勢に言われてんぞ。あれ、そういえばさ、機械から出すんだね。なんかスパイダーマンってあれ能力で糸出してんじゃなくて、あればっかりはなんか機械らしいね。アメイジングスパイダーマン見たんすけど。よし、もう一個買って。2回目は完全なものをするなんてことを言うんだ。裏のペンってそれのためにあるんじゃないの。気のせい。これ、え、これって取るためにあるの。そういうこと。これリムーバーってこと。本当？でも全てを間違ってるぞ、私。どうしてどうして。やだ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 。こんなに間違えることある。1時間経った。1時間半で終わるか。加速します。加速装置。今日マジで喉の調子悪いな。これなんでか分かったわ。せめて加湿器を使おうぜ。加湿器を。こういう時のために加湿器があるんだから、ちゃんと使えばいいのにさ。はい、加湿器つけました。今日は大丈夫だろうと思ったらダメだったわ。最近今日寒くてさ。能力のパターンもあるし、機械のパターンもある。トム・ホバン・スパイダーマンは能力へえ。トム・ホって今一番新しいやつ、ノーウェイ・ホームやってるやつ。何々版ってあんま分かんないんだよね。Good luck with this. Thank you. 第4の数字の色がビーズの色ちゃう？知らんけど。第4の数字の色がビーズの色。第4の数字の色って何？え？第4の数字の色？どういうこと？はてな。第4の数字の色ってなんだ。私がバカなのか。理解力がちょっと追いつかなくてすまん。あ、台紙。うんとね、じゃあビーズの色を判断するものがね、あの今ここにあるアイテムはこのビーズが無造作に入った袋とこの固形のりとペンとこの台紙とあとこれだけだから、そのビーズの色を番号で振ってるものとか一切存在しないのね。だからわからんっていう話なの。目視で確認するしかない。ならば手動でデュエル開始の宣言をしろ。デュエル開始。
つい糊の台紙をペタペタしてしまう癖がある。トム・ホは一番新しいやつだった。トビー・マグワイア版だ。一番古いやつ、ドクター・オクトパスと戦って。あのね、言われてもね、あの一切わからないよ私。そもそも全部見てないから。でも多分一番古いやつはね、家に DVD があったと思うよ。引っ越しの時に捨てたと思うけど、あの捨てたの私じゃなくてね、あのうちのね、そのそう親父さんがね、クラッシャーで何でもかんでもね、自分に関係のないものはねすぐ捨てるのよ。そう、自分のものはね、なんかそのもギャーギャー文句言うくせにね、人のものね勝手にポイポイしたりし勝手に使うんだよね。そう、具体的にどんくらい人のもの勝手に使うかっていうとね、私のビジネスシューズパクられたからね買ったばかりのビジネスシューズね、パクられて、まあ当時は別になんかそのスーツ着ていく仕事じゃなかったからいいんだけど、普通にね、パクられたんだよね。あれ？私のビジネスシューズなくなってる？って思ったら、パクられて、だからね、その、引っ越してきてからね、その何？スーツを着る機会が何回かあったんだけど、その時に靴なくて困ったから新しいのわざわざ買ったんだよね。絶対に許さない。こんな風にビーズが同じ服に入ってると痛々しく見える。ハードモード。モパンさんが急に日本語喋っててちょっと草生えたわ。いつも英語文章で、お、なんか、あれだなって思ったら、なんかモパンさんが日本語のコメントをしててちょっとほっこりしてしまった。ブラックロータスを捨てられた？それは持ってるでしょ。さすがに持ってる。マジ？マジだとしたら、おかんのことなんとかした方がいいよ。だってそれおかんにも利益があるカードだよ。本当に捨てられたの？ブラックロータスはダメだよ。おかん金をドブに捨てたってことだよ。それはその親悪く言いたくないけど無神経やな。まあまあそういう人だからね。まあなんだろうな、別になんかあれなんよな、なんかね、これもう感性の問題なんだけど、例えば私の場合はもうそれがさ身内なわけじゃないですか。だから当然誰かにやったらこいつやべえやつだなと思うけど、自分にやられた場合はね、なんか別になんか、まあこういう人だしな。だってもう生まれた頃から一緒にいるわけだからさ、自分がさ、そういう人なんだなって認識だから、なんか別に何の感情も湧かないんだよね。何の感情も湧かないよ。怒りもしないし、この人はそういう人だっていう認識しかないから。ヴィランじゃん。うちのおじいちゃんも刀でテレビを切るぐらいヴィランだったし。ヴィランの基準なんだよ。おじいちゃん刀振ってたの？それね、銃刀法違反って言葉知ってる？今ね、刀をね、届け出なしで持ってるとね、捕まりますよ。それ気をつけた方がいいよ。おじいちゃん捕まるよ。通報しますか。結構できてきたんじゃない？上の方。まあ、ちょっと白が分からんだけど、これ絶対ビーズ余るな。マジよ、20年前だけど。おかん、まあでもおかんからしたらカードゲーム、あんたいつまでもカードゲームなんかやってってなっちゃうからね、しょうがないね。おかんも掃除がしたかったんや。20年前だったらブラックロータスまだそんなに高くないんじゃないの？ブラックロータスが高くなったのってだって言うてここ10年ぐらいじゃないの？あ、でもあれ、あの時はプレイ用のカードとしても普通に強かったのか。あまりブラックロータスについて詳しくないんですけど、アテクシ MTG はにわかなの。
20年前で10万そんなもんだよね。うん、まあまあないものをね今さらなんか言ったってしゃあないからよ。済んだことは気にするだけ無駄だって言いながらね、私はねいつまでも結構過去のことに縛られてるんですけど人にそういうこと言うやつほどね、あんまりそういう生産ができてないタイプなので、よろしくはない。ちょっと待って、眩しい、うお眩しい。家に受け継がれてた刀、おじいちゃんの酒代に変わってしまった。売れたんならよかったじゃん。現代で刀なんかまともな価値つかねえぞ普通。海外に行きの方が多分高かった。ヤフオクで流した方が多分一番高く売れるよ。海外に行きとかそういうの好きだから、日本刀とか大好きだから。ねえ、海外ってさ、銃持ってもいい国の場合さ、刀を持っても大丈夫なの？なんかそこ気になるよね。なんかさ、銃刀法違反ってのが日本にはあるから銃も刀もダメなんだけど、海外って別に銃は持っていいっていう法律あるじゃん。刀はダメとかあんのかな？この武器はいいよ、この武器はダメだよとかあんの？なんかそこ知りたいな。こういう時に海外に来たちのコメントが冴える、冴える。リアルでオルツの格好した。私それオルツって読むんだけど合ってる？ ORZ オルツ。私その格好で寝てるから割と毎日だよナイフが平気なら平気ちゃう？連射する銃はダメって知ってるけど、近接連射する銃はダメなの？連射する銃の概念が分かんないんだけど。だって別にさ、オートマティックのハンドガンだって連射はできるわけじゃないですか。連射の概念分かんなくね？めんどくさいオタクみたいになっちゃった。やだーもう、やだーもう、なんかいろいろ飛んでった。やだ、腕映っちゃった、恥ずかしい今なんか汚ねえ腕映っちゃった、ごめんね。きた、あー、めちゃめちゃ爆発した。ワントリガーで自動で連射する銃、アサルトライフルとかってこと？だ、要は軍用の装備とかがダメってことでしょ。軍より強い武器持つなって話でしょ多分。そういうとこあるよね。で、銃で思い出したけど、職場の先輩がなんかサバゲーをやってみたいとか言ってたな。サバゲーってでもめちゃめちゃお金かかるんでしょ。サバゲー趣味の人とかいる？私の配信に。最近は屋内でも結構充実したそういうのができる施設があるとかないとか。銃は多分アメリカ以外厳しい規制がかけられてるかな。ナイフ刀なら国によって違うかな。なるほどね。結構この作業黙々とやっちゃうな。これは意外と配信向きではなかった。そんなことはないと信じたいんだけど。まあでもやってることは分かりやすいから絵的にはいいと思うんだよな。やっと半分ぐらいかやばい、1時間半経っちゃった。これ2時間コースだな。いやー、今日2時間は想定してなかった。持ってかれた、持っていかれた。時間を
時間を持っていかれて、ドゥ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 ン、時間よ止まれ。初代ガンダムネタとか絶対わかるやついないんだよな。好き放題やっている。サバゲーは無駄に金かかるよ。友達は軽くだけでやった。なんかさ、聞いた話だと軽トラから揃える人とかいるらしいじゃん、移動用の。まあ金のかかる趣味よな、まあ、だからこそこう結構なんだろう、あの何、建築業の人は結構やってるイメージがあるんだよね。その時間はないけどお金は貯まっていくからかわかんないんだけど、なんか装備を整えて帰りにそのまま行ってみたいな感じなのかな、わかんないけど。その分なんかちょっと治安が悪いらしいけど、一概には言えないけど。よいしょ。レンタルはあるから、最初はそれでええんちゃう。まあ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 、あの、別に私がやりたいわけではないからね。私は多分ね、サバゲはやらないかな。あのね、あれヒットとかなんかそのルールを決められたもので、その対戦をするっていうのがあまり得意じゃなくて、理由は、なんかその、絶対にルールを守らないやつが出た時に、すごく冷めてしまうタイプなのね。なんだろう。私はそのルールを守らないやつが嫌とかっていうより、そういう状況に巻き込まれるのがめんどくさいタイプだから、なんかね、ああもうそういうやついるならいいやっつって帰ろうってなっちゃうタイプだから、もう好きにしてってなっちゃうタイプだから。でそういう人からしたら多分そうやってもう好きにやりたいから、ああ助かるわ、好きにやるわってなるから。私はなんだろう、まあそういう人もいるよねって思ってしまうタイプだ。じゃああとは適当にぶちまけて完成という体にしよう。今までの努力を無駄にするな。サバゲーとかオーディオとかは富裕層の遊びだと。まあああいうのはね、こだわり出したらね、どこまでも行けちゃうからね。なんだっけあれ、ホームシアターとかさ、どこまでも行けちゃう。特にさ、その最近のホームシアター市場ってすごくてさ、そのもう今さ、ネットフリックスとかさ、まあ、ディズニープラスとかもそうだけどさ、結構新しめの映画すぐ見れるじゃん。アマプラもそうだけど。だからさ、もう映画って、その、自分の時間で見切れないぐらい自由に見れるものがいっぱい落ちてるわけですよ。落ちてるというかサービスがあるわけですよ。って考えると、昔のホームシアターってじゃあ、ホームシアター作りました。DVD を借りていきましょうとか、割とめんどくさい趣味で、なんか、って思うんだけど、今そのホームシアターがあると、バチバチにずっと映画見てられる、家から一歩も出なくていいんだって考えると、ホームシアターってちょっといい趣味だなってやっぱ思っちゃうもんね。なんかこういうサービスが来たからさ、昔からそのクソ高いホームシアター作ってた人が今大歓喜だろうね。だってそれが生きるんだもん。先見の明があるよ。私一人ででも映画見ないからホームシアターは別にいらないんだけどさ、なんかでもああいうのはおしゃれだよなとは思いますよね。人並みに。よいしょ。
にテンポが良くなってきた。サラウンド技術すごいからシアター組みたくなるねえ。なんかあーやばい、ぶちまけたわ。まあ、ドルビーサラウンドでしたっけ、あれ。ドルビーサラウンドしかないの、サラウンドって。なんかああいう技術よくわかんないけどすごいっすよね。私はカラッチだから音響とかはあれだけどさ、映画館でチケットを満額払ってみるクソ映画からしか供給されない怒りってあると思うんです。クソ映画だと分かっていて満額払うんじゃないよ。でもクソ映画かどうかって結局主観の問題だからな。人によってはこの映画のここ好きだよとかあると思うし、うん、なんか一概にその一般的にネットでネタになったからクソ映画だクソ映画だっていうのは私は良くないと思っていて、ちゃんと自分で見た上で判断していただきたいよね、やっぱり皆様にはね。まあ別に具体的な例を出しているつもりはないけど、ウーマンとかね。あーもうどっか落とした今ビーズ。ビーズ1個どっか行った。1個ぐらいいいや、いっぱいあるし。掃除機で吸っちゃおう。オッケーオッケー、大丈夫だ、1個ぐらいなら問題ない。ドルビーアトモスとか DTS:X とか、とりあえずイヤホンでもすごい。なんかさ、そう、私のまあ貴重な友人というか、なんというかあの方がいて、まあ、あの前の前の職場ぐらいの常連さんなんだ、だったんだけど、結構その年が近くて友達になってさ、結構普通に喋ったことがあるんだけど、なんか一緒になんかね買い物に行った時になんかイヤホンをすごい見てて、へーって。なんかそのイヤホン専門店みたいなところに初めて入ったんだけど、すごいね、イヤホンだけであんなあんの、何が違うのって思ったもん。見た目のおしゃれさだけじゃないんですかこれみたいなって。全然わかんないけど圧倒された、うん、なんかその結構混んでて、なんかみんながなんかその視聴してるんだよね、何かをつけて。はあ、なんか違うんすかねって思いながら遠目にポケーっと見てたけれども、ちょ素人目にはマジでわからんかった。そうだぞ、100ワニだって良かった点の一つや二つ。100ワニは絶対声つけない方が良かったよね。デビルマンはよくネタにされてるけど、邦画としては一般的なレベルですよ。まあ、てか、だから邦画が、私邦画面白いと思わんからな、あんまり。邦画でさ、映画って結局その地上波のドラマやってたさ、地上波のドラマの劇場版とかはなんか、あ、面白かったねみたいに言われがちだけど、なんかその、
単体で邦画にしたやつって大体面白くないよねって思ったけど、最近でも、あ、なんか最近話題になってる、なんだっけ、あれ、大怪獣の後始末みたいなやつって、あれはどうなの？なんかすごい話題になってるじゃん。なんかゴジラみたいなの倒した後の話でしょ、あれ。面白い着眼点だなぁと思いながら。まあ多分来年ぐらいにアマプラ来るだろうなと思いながら、別に多分劇場で見るほどのものじゃないんだけど、自分の中ではどうなのかなって。いいイヤホンは聖地。いいイヤホンって何？中華のイヤホンは片耳にスピーカー12個入ってるんですか？スピーカーが12個入ってる。スピーカーって1個じゃないの？多分私がスピーカーの概念をよく知らない。あ、赤い部分終わった。もう赤のやついらないや。でもなんかすげえ余ってる。なんだこれ。すげえ余ってることからしてこれ白の判別つかないぞ。さあ困ったことになったね。これ白どうしよっか。どっちがどっちだ。気持ち2の方がくすんでる気がするってことは、くすんでる方を2に置こう。だからこれか、これだな。これをこっちに置こうか。気持ちくすんでるな。専門店やで。あ、そうなんだ。へえ、結構行くんだ。じゃあそういうとこすごいな。まあね、イヤホンこだわらないからね。アマゾンのなんかセールの時に安いワイヤレスイヤホン買って、それをなんかぶん回して使って。2台目かな今。1個目壊れた。壊れちゃいないんだけど、なんかペアリングできなくなっちゃったかな。あと充電ができなくなったから、こいつはダメだって。これはこれか。だんだん早くなってきたぞ。普通は1000円のやつでいいよ。俺は異常者だからよ。なんで急になんかそんな、何、奥安みたいな言い方さ。俺は異常者だからよ。1000円のイヤホンじゃ満足できねえんだ。それはもう壊れてるでいいのでは。やっぱ壊れてる。じゃあ壊れてるということで。ピエン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 。ごめんね、ちょっと頭の中で今ねピエンなことを思い出しちゃった。あのピエンのゲームが流行ったのももう2年前ぐらい、1年前ぐらいって考えると、俺は戦慄してしまいそうになるんだ。時の流れを感じる。最近さ、あの去年があまりにも私その面白くなかったって話いつもしてるんだけどさ、せいかさ、時がバグってて、あ、このコラボ面白かったな、これ去年の秋頃って言って去年がなかったことになってるんだけど、それがあったのは微糖2年前だよ。お前のデビューはそして3年前だよ。もうって考えるとさ、割と怖くってさ、震えちゃってね。ブルっちまうぜ。俺のデビューが。まあ、2年半前か。2年半、2年前、2年前半、あ、あ、あー！ 2 年半前。
2年半前を言うことができない。映ってる？なんかさ、割と自由にやってる。もう3分の1ぐらい？ 2 時間半でいけそう。スパイダーマン。トゥ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 。あ、やばい。さっき食べた鬼のギリが胃袋に来てる。お茶飲みます。どう？結構肉付き良くなってきたんじゃない？結構肉ついてきたよ。いいね、いいペースだよ。もっと、もっと早く、もっと、もっと早く駆け抜けて銀河の果てまで。水面が揺らぐ、風の輪が広がる、触れ合った指先に青い電流。ワイの仲間を食べたんですか？あ、肉巻きさんおにぎりでしたね。食べました。お、トコさんこんばんは。本当です。いらっしゃいませ。今ね、ビーズをね置く内職をしているよビーズを置く内職でおまんまを食べようとしているよ。とてもでも繊細な作業。歌枠助かる。あ、歌枠助かる。ありがとうございます。軽率に歌っていきたいなって思うわけ。ちょっと歌うとすぐ歌枠助かる。なんかでもさ、あんまりそのなんだろう、多分ね、本当に歌やってる人よりかはるかに当たり前だけど下手くそで。みたいな部分があって、で、なんか、しかも、自分であんまこういうこと言いたくないんですけど、その、耳はいい方なのね。だから自分のその歌枠とか聞かして、こいつ下手だなと思って、あんまりやりたくねえなと思ってしまったんだけど、でもそんな中でもね、あの、本質、なんだろう、なんか、もっと聞きたいみたいなことを言ってもらえるのはね、すごく嬉しくて、ちゃんと練習しようとか思うよね。練習する時間が欲しい！自由になりたい。週1ぐらいでカラオケに行って練習したい。すればよくね。そうじゃん。それはもうお前次第じゃん。すればよくね。ビーズを置く仕事？なんだっけ、あの子は太陽の小町インジェルやや乱れた妖精イエーイエー。ちょっと待って、ヘッドセットの充電が切れそうなんだけど、これ飛ばすとちょっと線が伸びていっちゃうな。ちょっと待ってな、これどうしたらいい？教えてくれ運営。俺はこのヘッドセットどうしたらいい？アクアビーズですか？いや、なんかね、違うんよね。アクアビーズがちょっとよくわからないんですけど、あの、なんかね、これなんていうの？これこれ、キュービックペインティングってやつやってて、なんかね、ダイヤモンド型の、ここに書いてあるんだけど、立体的なダイヤモンド型のビーズを華やかに使って作る高級感あふれる DIY です。インテリア用、プレゼント用としてもいいし、DIY の魅力を感じながら作って楽しみましょうって書いてあって、
なんかこれがダイヤ型のね、ビーズで、なんかこういうやつなんだけど。ちょっと分かりづらいかもしれない。うわ、爪汚ね。ごめん。こういうやつ。こういうので、作ってる。細かい作業が得意なんですね、かって言われると、多分苦手。苦手な方だと思うぞ。ちょっと待ってね。どう？こいつに刺す。お手手ドアップ助かる。みんな何でもかんでも助かってくれるじゃん。助かり民が多すぎではなかろうか。明るい。いいぞ。あ、きったねえ腕が映った。ごめんね。きったねえ腕毛が、きったねえ腕が映ったわ。君が歌えばそう、そこはもうステージ。なんかのキャッチコピーでありそうだ。今、あれ覚えたいんですよね。ヒプノシスマイク。なんか最近流行ってるじゃないですか。最近じゃなくて流行ってるんですけど。なんか結構ああいうのをなんか、みんな好きなんでしょ。みんな好きなんでしょ。なんか私がカラオケとかでさ、覚える歌って大体なんかみんなが好きそうなやつを覚えようと思ったから、だから、その、なんだろう。モバゲー全盛期というか、そのニコニコ動画全盛期の時とか、だから、とりあえずまあ、あの、ハレハレ愉快は当たり前だよね、みたいな。歌って踊れなきゃ話にならないよね、みたいな。そんな感じのあれがあったんで、履修済みなんだけれども。これちゃんと同じやつだよね。汚い色してるから同じやつだわ。最終的には置物になるの。あ、まくりさんじゃん。いらっしゃい。これはですね、ステッカーになります。これがステッカーになってて、これ剥がして最後、これがそのままステッカーになるんで、どっかに貼れます。まだ貼る場所は決めてないです。何貼ろうかな。やっぱパソコンに貼りたいけどさ、パソコンにこういうダイヤの、なんかデコボコしたやつ貼ると鬱陶しいよね。剥がしたくなりそうだから、そこはやめる。ヒプワイはよく知らないけどみんな好きそう。デコに貼ろう。違うんだよ。デコステッカーってそういうことじゃねえんだよ。ね、ちゃんとアートとして絵として飾れるようなものとかもこのシリーズにはあって、私は手軽だからこのなんかステッカーになるやつを買ったんですけど、なんか他にもちゃんと何絵画とかもあるらしいですよ。そういう大物はね、なんかもうめちゃめちゃ時間かかるらしいですけど、さらに1日でパーってやれないからあれですけど、つきすぎー。よいしょ。カードケースに貼りましょう。カードケースに貼るにはちとでけえかな。何のカードケース？何のカードケースに貼るんじゃ。じゃあポケカの糸丸に貼る意味がわからないよ。なんで糸丸限定なんだよ。糸丸に何の恨みがあるんだよ。あ、3番も終わったかな。あと残ってるのが2番と、あ、ちょっと違う色の葉っぱは
これ違うわ。また違うやつだ。ここでこれ使うのか。裏側ってこれここで使うの？これでいいの？あ、ほんとだ。なんか、合ってるのかわかんないけど、取れたからよし。あとちょっとで完成するぞ。多分。多分ね。電子マネーとか入れるあれですね。パスケースか。パスケース使ってないんですよ。もう何もかんも使ってない自分。ごめんな。全然。なんか期待に応えられなくて。パスケース使わんのじゃ。パスケースって逆にどうやって使うの？なんかそのいちいちパスケースに入れているのがめんどくさくない？スイカなんて財布に入れりゃよくない？スイカとパスモの違いが未だによく分かってないし、あのパスモの方が新しいんだからみんなスイカやめてパスモにすればいいんじゃないの？違うの？突然のパスモだん。あ、また違うのつけた。これマジで判断できねえな。これは間違いなくくすんでる。これもくすんでるかな。でもなんか適当に置いてきたけど結構しっかり綺麗に並べられてる気がする。不思議なものね。うちはポスカなんでカバンに書くやつ。ポスカなんでカバンに書くやつ。ポスカ？ポスカってあれじゃないの？なんかあの太いカラーマジックペンみたいなやつじゃないの？パスケースにスイカやら保険証やら免許証やら突っ込んでるわ。何もかも突っ込んでる。免許証はやめた方がいいよ。危ないよ。スイカは JR 東日本でタスポは JT。 タスポの話してねえよ。タスポとか今かとかの話してねえよ。今かだっけ、なんだっけあれ、博多のやつ。博多のやつってなんでその限定的なやつ。なんか地方によって違うんでしょあれ。なんか全然わかんないけど。赤なのかオレンジなのか判断がつかない。オレンジだと信じておこう。よいしょ。青。青。1個かではそれだ。7個しか勝たん。7個はね、セブンイレブンなのよ。7個カードはお持ちですか？持ってなかったら何だってんだよ。今7個カードをお作りになると、7ポイントプレゼント。うるせー、早くジュース買って帰らせろ。違うやつ。よいしょ。
これは合ってるかな。こうやって斜めにすると分かるよね。全部の色一緒。あーすげえキラキラ、かわいい。で、この真っ白のやつが6に置けばいいんじゃない。多分ね。多分これで合ってるね。正直全部統一してほしい。わかる。今がその時だ。それはゲッターなのよ。それはゲッターなのよ。さっきの手で手相占いました。今日のラッキー食材はブロッコリーです。もう今日終わるのに、あと1時間半で今日が終わるのに今更ブロッコリーですってことを占ったの。どうしろと。かわいい。せやろ。本当にこっちでよかったのかな。なんか目白すぎじゃない。不安。突然の、ああもう、ああもうめちゃくちゃだよ。やめろ。今何時？21分。お、2時間半に終わらせられるか。頑張ればあとちょっとで終わるな。問題は、オレンジのビーズがなかなかねえことだ。取れるような状態。ああ、また散らかした。あなたはもうすぐそうやって散らかして。このトレイ、ちょっと改良の余地ありなんだけど、マイトレイ作った方がいいまである。さっきからこれの繰り返しだよ。もう十分だ。もう十分だろう。許してくれメンス。よし。端っこの方終わってきたぞ。すごく綺麗。でもお高いんでしょ。なんとこちらいくつだっけ。値段書いてない。1000円ぐらい。みんなパソコンになれば変。姉ちゃんなんぼや。姉ちゃんなんぼや。いやなんか今言おうとしたけどちょっとやめよう。とても汚い言葉が出そうになったからちょっとやめるわ、うん、個別2万とか言っちゃダメだよ。言うじゃんっていうね、うん、人は不安と無事を抱えて生きるのです。ビーズ余ったらバレンタインデーの溶かしたチョコに乗せましょう。あのテロか。明らかに食用じゃねえだろ。チョコベビーじゃないんだよこれ。冷え冷え。
ジンターみたいでキャワってなりますよきっと。ジンターって何？ジンタンってなんか聞くと、なんか昔なんかそんなキャラクターがいた気がするな。なんだっけ、誰かのことジンタンって呼ぶキャラクターがいた気がするんだけど思い出せない思い出せねえ。2000年前半のアニメな気がするんだけど思い出せねえんだ。あの頃は狂ったようにアニメを見ていたな。深夜アニメを見て学校に行って最初から最後まで寝る、それが俺のルーティンだった。そりゃろくなやつにならないわけですよ。みんなはちゃんと勉強はしようね。これどっち？ちょっと色がマジでわかんないんだけど。あの花、あの花かな？なんでみんなすぐわかったの？2000年前半じゃねえし、後半な気がするし。あの花、あの花の主人公、あのすぐわかるじゃん。すご。みんなアニメ博士だな。おじさん出ちゃった。もうやだこのトレー、嫌い、大嫌い。ほんと嫌い。どんくらい嫌いかっていうと、なんだ、結構嫌い。アナナス。ちょっと待ってください。マジで眩しくて見えない。眩しくて見えない。多分これで合ってると思うんだけど、のりがついてるせいで目が赤くなっちゃうんだよね。嫌ですわ。あ、もう青ないじゃん。あと黒とオレンジ。やば、犯人終わらなかった。2時間ちょっとのコースだわ。まさかの、まさかの2時間コース。予想外すぎです。こんなにかかると思ってなかった。甘く見ていたこいつを。もっと簡単なものだと思っていた。世代が分かりやすい。あの花はもう11年前のアニメだということをお伝えしますである。え、11年前ってことは2011年でしょ。でも2000年後半じゃん。後半って言っちゃった。佐渡2000年がもうそろそろ終わるかね俺。でも2010年代って新しいイメージだけどね、個人的に。ソードアートオンラインとかもそんなもん。あ、2011年か。私何してたっけ。あれだわ、道路で片側交互通行やってたわ道路で片交してたわ。からまだ本格的に役者やというよりは、なんかアルバイトしながら、アルバイト、派遣社員か、派遣社員とかやりながら、なんかどうやって芝居やろうかなみたいなこと考えた時かな。逆のような気がしなくもないけど、目とりあえずできたわ、目が赤いってことは親分スパイダーマンかな。あー、アルセウスネタ道路だったんですか？道路だったんですよ。え、どういうこと？私自身が道路だと思ってる？もしかして。それはね、大きな誤解を生んでいる。私が道路なわけないじゃん。さあ、わあ、ビーズがいっぱいだ。よし。結構固形のり余るね。まあ多くないと困るけどさ。
よし、あと黒とオレンジだけかな。頑張るぞい。RTA できそう。次回から。ああ、くっつかない。よし、残った糊とビーズで体にデコレーションしましょう。お前ら何を考えているんだ。このキラキラって小学生の時を思い出す。なんかこういうのあったよね、小学生の時。指にまんじって入れてください。何を考えてるの。どういうこと。あららららららあらららららあらららら、らここつかなくなってる。なんでだ、檻が持ってかれたか、もしかして。よいしょ。お、あと3つで完成か。完成です。できました。飛ぶスパイダーマン、こんな感じですね。多分これで色合ってると思う。なんかこうやって全部置いてみると確かになって感じだな。うん、できました。これ光の反射ですげえキラキラする。いいね。これなんかこのままステッカーらしくって、ここから剥がせばいいのかな。あー、本当だ。これこのままステッカーになってるから、どっか貼れるわ。どこを貼ろう。なんか貼る場所がわかんないけれども。とりあえず完成しました。なんかまだちょっと決めてないんで、一旦は保管しとこうかなと思います。なんかこれよく見ると、シールになってて、これもこのままステッカーとして使えるらしい。どこに貼ろうかな。なんかちょっと、楽しみにしつつ、一旦保管しようかなと思います。はい。ということでね、まあ大体2時間ぐらいの配信になりましたが、まあこれ、思ったより時間かかるね。このサイズでこれだから、ちょっとこれより大きいものをやるだけで、ちょっと大変そうだなってのがありまして。はい。まあ実は第2弾がありまして、次回これ、アイアンマンもあるんですよ。なので、次回どっかでこのアイアンマンもやろうかなって思いまーす。はい。このアイアンマンもね、なんかのっぺりしてて。こっちはなんか使いやすそう。なんかあんまりポーズとかがあれだから。これ結構種類があるんで、もしよかったら公式サイトとか調べてみてください。はい。鉄を楽しみ。アイアンマンのこと鉄をって書くのちょっと面白すぎるだろう。こんなコーナーで、結構簡単にね、誰でもできそうな感じのものなので、この付属のものが全部揃ってるので、これ買うだけでね、こういうものができるので、もしなんかこういうの作ってみたいなと思ったら、ぜひ遊んでみてください。買ってみて。はーい。お、マジでやりたくなった。やってみてください、ぜひ。結構簡単にできるんでね、本当に。もしよかったら、皆様も作ってみてください。それでは本日はありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。